岸田総理大臣は、靖国神社の春の礼大祭に合わせ、正垣と呼ばれる備え物を奉納しました。礼大祭期間中の参拝は見送る方向です。今日から3日間、靖国神社では春の礼大祭が行われます。岸田総理は、内閣総理大臣、岸田文雄と書かれた正垣と呼ばれる備え物を奉納しました。 岸田総理は2021年10月の就任以降秋と春の例大祭では同様の対応を取っています。